ステファヌ・セセニョンは、ベナン共和国出身のサッカー選手。ベナン代表である。現地レルビルリー、SK 所属。ポジションはミッドフィールダー。サッカー選手のライアン・セセニョン、スティーブン・セセニョンはいとこ。ベナンプレミアリーグのラコンズでエル・オットオロンティーク、FC からデビューした。このクラブは、ベナンの事実上の首都であることヌーにあり、サメと大西洋をモチーフとする。 トップチームに1年だけ在籍した後、フランスパリ郊外にあるリーグウェドゥの US、クレテイユリュシタの2移籍した。同郷のノエルセカがいたことなどからすぐに、チームに馴染み、2004から05シーズン開幕戦のスタッドランス戦で途中出場して、デビューを飾ったが、1から2で敗れた。2005年に1月14日、3から0と勝利した FC グルニョン戦では、初得点を決め、 そのわずか4分後には2得点目を決めた。U.S. クレテイユリュシタノはシーズンを15位で終えたが、クラブを降格から救ったことで、セセニョンは脚光を浴びた。2005から06シーズンはクラブのリーグズ最高位である8位でシーズンを終えた。彼自身も調子が良く、33試合に出場して5得点した。U.S. クレテイユリシタノでは2シーズンで68試合に、 出場して10得点した。2006年5月19日、リーグアンルマン UC と3年契約を結んだ。2から2で引き分けた、トロは AC 戦で途中出場して、リーグデビューし、それから4試合は途中出場だった。初めて先発出場したのは11月4日のアージオセール戦だった。CS スダンアルデンヌ戦では途中出場にもかかわらず、 レッドカードで一発退場処分を受けた。アージオセール戦の2週間後、スタットレンヌ戦でリーグアン初得点を決め、1から1で引き分けに持ち込んだ。好調なパフォーマンスで自身のポジションを固めていった。2007から08シーズンは右サイドアタッカーとして起用された。新しい役割を任せられたことで、クラブにとってより有益な存在になった。 2007年9月1日のオリンピックリオン戦では2得点したが、2から3と赤敗した。翌週のバランシェンヌ FC 戦でも得点し、1から0で勝利した。クープ・ドゥラリーグの RC、ランス戦では、彼の活躍で準決勝に進出したが、120分間、すべて出場した、延長戦の末に4から5で敗れた。ルマン UC でのし2シーズンのおかげで、 プレミアリーグのアーセナル FC やニューカッスルユナイテッド FC などのビッグクラブからも注目を集める存在となったがパリ・サンジェルマン FC と4年契約を結び背番号10をもらった遺跡金の額は800万ユーロから1000万ユーロの間と言われている2008年8月16日シーズン開幕戦の FC ジロンダンボルドー戦でデビューし1から0で勝利した 次の試合で FC 訴訟相手に初得点を決めた。12月13日、アージオセール戦で、キャリア通算3度目となる1試合に得点を成し遂げ、2から1での勝利に貢献した。この12月には、月間最優秀選手賞を受賞した。2008から09シーズンの UEFA カップには9試合に出場し、FC トゥエンテ戦で1得点した。 ディフェンシブミッドフィールダーのクロード・マケレレとセンターハーフのジェレミー・クレマントのトリオの活躍で一時はリーグ戦2位に上り詰めたがフロントの混乱から最終的には6位でシーズンを終えた。クープ・ドゥラリーグでは準決勝に進出し UEFA カップはベスト8に進出した。すべての試合を合わせると49試合に出場して8得点11。 アシストを決めたリーグの最優秀選手賞とクラブの最優秀選手賞にノミネートされた。シーズン終了後、チェルシー FC やリバプール FC、アーセナル FC、エバートン FC、マンチェスターシティ FC などがパリ・サンジェルマン FC とコンタクトを取り、セセニョン遺跡の可能性を探った。2009年6月23日、クラブで最も良いパフォーマンスをしたと思っているとして、 クラブに昇級を訴え、2週間後には契約延長とかなりの額の昇級を勝ち取った。この契約延長によってイングランドへの遺跡の噂は立ち消えた。2004年6月6日、ドイツワールドカップ予選カメルーン戦でベナン代表デビューした。同年9月4日のワールドカップ予選、エジプト戦で代表初得点を記録。予選の大半に出場したが、ベナン代表は、 予選で敗退した。2008年にはアフリカネーションズカップにベナン代表の一員として参加し、グループステージで敗退した。ありがとうございます。